本日はこの苗をここまで育ったのでメロンを植えに行きます。で、こことここ2つタダで借りることができたので、これからここに植えていきたいと思います。これをそのまま一気にドン。ちょっとカメラが違うアングルになってるよ。下見てない。嘘でしょ。こう。もうちょっと下。こう。あ、それぐらい。マジ？本当に。気温は多分30度ぐらいあると思うんですよね。暑くて暑くて。で、このネギは一緒にこれと一緒に植えると。この土を弱酸性にしてくれるという効果があるということと、このネギは上の部分をカットしたんですけど、病気からこの葉っぱを守ってくれるという効果があるというので YouTube でやってたので、これをカットしたものを、これから一緒に植えてくる。この束で三輪木、大体三輪木っていうのは30円、1輪木30円なんで90円ですね。このネギが30円で、これ見てわかるんですけど、これ中国製なんですよね。だけどこう新鮮野菜って書いてあるのは、こうやって日本語で書くことで、日本製だというふうに思って買う人がいるということで、こういうふうに書いてあるらしいんですよね。すごい根っこ、こんな張り巡らされて、よいしょ、植え終わりまして、水をあげてます。水もうちょっと上から、上から、そう、これでどうなっていくかっていうのを様子を見たいと思います。